俺を押し倒しているのはクラスメイトの桜井紫音。見ての通りの美少女だが、地元で有名な桜井組の組長の娘であり、周りから恐れられている。そんな彼女にどうして俺が押し倒されているのかというと、俺、湯本明は、いわゆる毒親の父にこき使われていた。おい、明、俺の酒代稼いでこい。誰のおかげで学校通ってると思ってんだ、こら。バイト行ってきます。そんなこんなで連日のバイト掛け持ち、フラフラのまま登校していたのだが、体重いな。ちょっと、アキラくん？フラフラだけど大丈夫なの？ふと誰かが心配して声をかけてくれた。目がかすんでよく見えない。誰だろう？ねえ、聞いてるの？今日は学校を休んで家に帰って寝てた方が。大丈夫。あははは。家に帰ってもどうせ休めない。学校の方がマシだ。心配してくれてありがとう。それじゃあ。あいつ、桜井さんにタメ口使ってたぞ。終わったな、あいつ。ナムさん。そんな日々が続いたある日のこと、夜遅くまでバイトして、今日もフラフラの状態で家に帰ると、なんと、家のものがきれいさっぱりなくなっていた。何もない部屋にポツンと残された紙を拾うと、そこにはこう書かれていた。借金を返せなくなった。あとはよろしく。え？つまりこれは、夜逃げ？嘘だろ？あまりのことに俺が驚愕していると、突然インターホンが鳴った。玄関を開けると、怖い人たちが待っていた。てめえが湯本明だな。そうですけど、今からついてきてもらう。逆らったらどうなるか分かってんだろうな。はい。終わった、俺の人生。短い人生だったな。ここだ！俺から離れんなよ！出したらしばかれるぞ！めちゃくちゃ睨んでくる！怖い！そしてしばらく歩いた俺の前に。桜井さん？なんと、あの桜井紫音が泰然と座っていた。お嬢、連れてきやした。もう下がっていいわ。へい！すごい、あの怖い人が桜井さんの言うことを聞いてる。ということは、つまり、ここはあの有名な桜井組なのか？桜井組はここ小岩市一帯を牛耳っている組だ。そしてその桜井組の組長の娘こそ俺の目の前にいる桜井紫音なのだ。さてアキラくん、今自分が置かれた状況を分かっているかしら？はい。気の毒だとは思うわ。でも同情はしない。アキラくんのお父さんは筋を通さなかった。なら誰かがけじめをつけなくちゃいけない。けじめですか？筋もんのけじめのつけ方なんてこれに決まってるじゃない。俺指なくなるんですか？冗談よ。悪いのはお父さんであってアキラくんじゃないから。心臓に悪い冗談だ。でもけじめは必要よ。アキラくんにはお父さんの分まで体できっちり払ってもらう。これができないというのならいよいよ小指一本置いていってもらうことになるけど。払います。体で払わせてもらいます。いい返事ね。それじゃあ明日からあきらくんは私の世話係として私に尽くしなさい。はい、桜井さん。これからは私のことはお嬢と呼びなさい。みんなそう呼んでるから。はい、お嬢様。悪くない響きだわ。こうして俺は桜井紫音の世話係になったのだった。それから後日、世話係となった俺の朝は早い。お嬢様、朝です。起きてください。怖い。お嬢様は朝が弱いみたいで、寝起きはかなり機嫌が悪い。おはよう、あきらくん。服がはだけてる。着替えないと。お嬢様、ちょっと待って。俺は急いでお嬢様の部屋から脱出した。危なかった。あのまま中にいたらどうなっていたことやら。その後は学校まで見送る。ちなみにさすがにもう学校には通えないので退学届を出してもらった。お嬢様が学校に行っている間は雑用をこなしている。この扉ガタついてやがるな。俺が直しておきますよ。ああ、そうか、助かるぜ。人間の適応力はすごいもので、案外この状況にも慣れてきてしまった。てめえ、なかなか役に立つじゃねえか。ありがとうございます。何事も経験だな。バイトで磨かれた数々のスキルで組の困りごとを解決していたら、組の人たちともすぐに仲良くなれた。そしてお嬢様が帰ってきたらお出迎えだ。お帰りなさいやせ、お嬢。ふむ、辻門の挨拶も板についてきたわね。いろいろ教えてもらっていますから。でもあきらくんは普通でいいわ。なんか変だし。頑張って覚えたのに。というか、あきらくんにお嬢様って呼ばれるとお姫様扱いされてるみたいで気持ちいいというか。今何か言いました？こはん、なんでもないわ。お嬢様はおしゃれが好きみたいで、学校が休みの日には俺を連れて服を見て回ることが多い。どうかしら、似合ってる？はい、すごく可愛いと思います。ふーん、そう。それじゃあこの服を買うわ。えへへ。どうかしましたか？なんでもないわ。でも顔がにやけてますけど、何か嬉しいことでも？にやけてないから。すみません。まったく適当なことを言わないでちょうだい。まるで私があきらくんに可愛いと言われてにやけてしまったみたいなこと。そうなんですか？違うって言ってんだろうが、こら！こはん、今のは聞かなかったことにしなさい。お嬢様は普段大人びていてクールな感じだが、キレるとドスの効いた声を出す。やっぱり極道の娘なんだな。服を選んでる時なんかは年相応の女の子にしか見えないのに。ねえ、あきらくん、あなたは私のことどう思っているの？やっぱり嫌いかしら、使用人みたいなことさせられて。まさかこんなに待遇がいいことに感謝してますよ。そう？お嬢様って優しいんですね。俺は本来何されても文句は言えないのに、こんなに優しくしてもらえて。それは下心が。いえ、なんでもないわ。そういうことなら別にいいの。そんなある日のこと、ついに俺はやらかしてしまった。失礼しま。しまった！今までうまくやってきたのに油断してしまった。見たわね。乙女の着替えを見るなんて。ごめんなさい、ごめんなさい。もう我慢できない。着替えを見られたからには、これはもう責任を取って私と結婚してもらうしかないわね。お嬢様、目が怖い。それからしばらくして我に返ったお嬢様はめちゃくちゃ落ち込んでいた。ついにやってしまったわ。ずっと我慢してたのに、あきらくんの前ではおしとやかでいようと思ってたのに。お嬢様、大丈夫ですか？あきらくんに好かれたくて、あんとか添い寝とかイチャイチャしたいの。ずっと我慢してたのに。俺に好かれたいってどういう？私、ずっとあきらくんのこと好きだったの。衝撃の事実だ。辻門の娘なんて片木から見たら近寄りがたいでしょ。だからこの年で友達なんて一人もできたことなくて、いざ私から話しかけてもみんな怖がって逃げちゃうし。でもあきらくんはクラスで唯一私に普通に接してくれて。それで俺のことを？人からすればなんてことない理由だけれど、私が過ごしてきた人生の中じゃ結構大きな衝撃だったのよ。お嬢様。あきらくんの人柄を知っていくうちに、気づけばあなたを目で追うようになり、あなたに恋するのにそんなに時間はかからなかったわ。もしかして俺に優しくしてくれていたのも？そうよ。あきらくんに好かれたかったからよ。下心からなのよ。ひどい話でしょ。あきらくんの気持ちも考えずに拒めない状況に追い込んで。最低だわ、こんな女。そんなこと思ってないですよ、俺。本当に？はい、どんな理由であれ、優しくしてもらったのは事実ですから。あきらくん、私のこと嫌いにならないの？本当はこんな下心満載なのに。ありのままの私でも嫌いになったりしない？もちろんです。俺はありのままのお嬢様でも嫌いになりません。あきらくん、え、お嬢様、何を？ずっとこうしたかったの。でもがつくと嫌われるかもしれないと思って我慢してた。ただあきらくんがありのままの私をいいって言うなら、もうこれからは遠慮しないわ。でもこういうのはちょっと困るというですかね？これくらいいいでしょ。あきらくんは私の世話係なんだから。どういうことですか？この一件を皮切りにお嬢様は俺にイチャイチャを要求してくるようになってしまった。あきらくん、膝枕しながら頭を撫でて。注文が多くないですかね？いいからほら早く。世話係でしょ。困ったことにお嬢様は世話係だからと俺にこんな要求ばかりしてくる。加えて、お嬢様、近くないですか？世話係でしょ。逃げちゃダメ。もう俺の方がどうにかなってしまいそうだ。世話係という名目で俺に迫っては甘噛み程度の甘いスキンシップをしてくるようになった。そんなお嬢様からの猛攻撃から逃げるように、俺は組の人に頼まれて買い物のため外に出ていた。こうして一人で屋敷の外を歩けるのもだいぶ信頼されてきた証拠だろう。この信頼を裏切らないようにしないとな。そう思った矢先。よー、アキラ。父さん、どうしてここに？いや、実はお前にいい仕事を持ってきたんだよ。荷物を運ぶ簡単な仕事だ。それだけでたんまり金が入る。やってこい。父さんが俺を売ったんだろ？なんで今さらそんなことを俺に？んなこと関係あるかよ。いいからさっさとやってこい。断る。ああ、子供が父親に逆らう気か？俺はもう父さんのものじゃない。わからねえなら直接体に教えてやろうか。待ちなさい。お嬢様？まったく心配で後をつけてみれば。お、なんだこの可愛い子ちゃんは。どうしたんだい君。ちっ、てめえ、なめたこと抜かしてんじゃねえよ。え、私が何者か知らねえみたいだから教えてやるよ。私は桜井紫音、桜井組のもんつったらわかんだろ。桜井組の。てめえ、借金も返さねえでどの面下げてのこのこ戻ってきたんだよ。借金の件はアキラ出てうちじゃ。てめえのけじめを息子に押し付けてんじゃねえよ。筋も舐めてっと、しばくぞドチンピラ。それからお嬢様の独壇場だった。そのすさまじい迫力にすっかり父さんは小さくなり、最終的に半泣きになってそのまま組の人にしょっぴかれていった。借金が返済されるまでどこかで働かされることになるらしい。お嬢様はというと、あきらくんに汚い言葉で罵ってるとこ見られた。穴があったら入りたい。と、また落ち込んでいた。この件で実質俺には借金がなくなった。しかし、俺はお嬢様の世話係を続けていた。続けてくれるのは嬉しいけど、もうあきらくんが借金を返済する必要はないから、自由の身よ。どうして世話係を続けてくれるの？それは父さんのことで、感謝してるのもありますし、それに俺もお嬢様のこと、そうなの。ふーん、そうなんだ。恥ずかしい。お嬢様は何か察したらしい。それから俺とお嬢様は間もなくして付き合うことになるのだが、それはまた別のお話。ニルです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれると